はい、19時58分です。もうちょっとで締め切りますよ。まあ、今日は大きめの大会なので本当にかっちり締め切りますのでよろしくお願いします。見えるかな、見えるかな、見えてるかな。なんだよこれよ。よーし、いけてるねー。よし、じゃあ、バーサスアカウントをツイートしたので皆さんリツイートの方よろしくお願いします。出ねえな、大丈夫かなこれ。まあ大丈夫でしょ。とカット。あれ、コメントがダメかも。一回開き直そう。よし、オッケー。お疲れ様でーす。聞こえますか？コメントも見えたかな？そろそろ始めるぜー。そろそろ始めるぜー。オッケー。書いたね。オッケー、オッケー。じゃあのじあいラストでお願いします。締め切りました、締め切りました。いいですか？締め切りましたよ、締め切りましたよ。はい、では、今日はここで締め切ります。何人？ 18。 まあって感じですね。僕はバイソン本田です。こっちから来ました。全出席ではシャッフルいきますよ。はい、取ったらいく。いいですか？シャッフルいきますよ。せーの、ドン。スタート。ババーンババーン。0回戦は死ぬ丸2回転ともみを中む。おい、シャルくんあんなとこいんのきっちー。はい、ということで0回戦からいきますので、上が 1P 下が 2P、 先方のキャラクターは深刻です。X と S も書いてください。申告をしてください。ちょっと私、本田。しのまる竜々下がった対2回転バイソン本田からいきますか。今日ね、ここで切り替えられますんで。メインってやると、これになって、スクリーンキャップであれになります。じゃあちょっといきなり僕試合なんで喋れる人グリグラさんともう一人で。はい、では皆さんやっていきましょう。スター杯予選西日暮里 VS 始めていきましょう。さあ 1P が白丸龍々サガと 2P 側2回転バソバソホンダというわけで、まずは龍対ホンダというカードになりました。グリグラさんよろしくお願いします。白丸さんはね、手でよくやるんですけれども、かなり手応えプレイヤーなんですよ。そうですね、手応えですね。まあバーサスの東大戦でももうおなじみの人なんですが、さあ大足におっと見ているが間に合わず、はいさあいい間合い取りをしているが、この削りが痛い弱小龍しかり、この昇龍出ると本田はちょっと面倒くせえって思うでしょうね。そうですね。さあこれは歩きガードしている、さすがにか今のは大足出したくなるんですけれども、そうですね、今そこ狙ってっていう釣りっていう形ですね。さあガードしてしまったが大事には至らず、この先端結構面倒くさい今のは。そうですね、今のはちょっと面倒くさい。さあ歩きを見てからファイヤー、さあ白丸龍がいい動きをしているぞ。波動点波動点、さあこれは腹ばいで飛んでいく、何も当たらないが大足ガードして横がガードする。さあ勝利バッチリでこれは確定、白丸龍のいい動き。さあの倍2回転は、残りバイソン2体、はいそうですねさすがにシノマル的にはサガットは先に出せないかという感じだったか。まあそうですね、ただシノマルさんのサガットが出しどころがなくなってしまったと言ってもいいんではないでしょうかね。まあ龍が2体いるんで、まあ先に龍とりあえず出しておいてという形でしょう。さあファイヤーファイヤーで一気に画面端いい位置で打って、ちょっと今のは危ないですね、大足は。この前さあ固まるしかないのか、でもやりに行かないといけない、この体力差はチーク吐いて、あっガード、うわー、置いてある、あー、勝負の昇龍拳は何もしない、まあちょっと相手ゲージもあったんで、しょうがないところはありますね。そうですね、今のはちょっと紙一重な気がしました。さあ中盤ファイヤーしっかりファイヤー、あそこファイヤー出すのちょっと難しいですよね。そうですね、歩いてからなのでちゃんと入力しないとという感じはしますね。さあ片目が強い、ゲージがもりもり溜まって龍がゲージ欲しいが、今のはクレイジーデイズちょっと怪しいところでしたが、中盤置いといてで第5層を止める。さあゴロッと削りでいいよと使っていく波動点、さあ釣った。さあシノマルはもういい形か。さあ今のちょっともう少し後ろに前に歩けば踏んだ可能性がありましたね。ああそうですね、でかい短波から確定、確定ですね。今の5、6ファイナルファイナルファイナル削りすぎだわ。さあちょっとマイク置きます、ごめんなさい。さあ続いてシノマルが出してきたのはサガット、しかしサガットあとはここでやはり出さざるを得ないところか、キャラ的には相当バイソンに有利と言われておりますが、シノマルがどこまでバイソンと戦えるか。そうですね、まあやはり端々でこうタイガーって打った瞬間にピカーンって光って当たってしまうという、これですね、これがあるから下がっときついんだよと。そうですね、まあちょっとおそらく今もちょっとかわいそうですね、グランドタイガーやろうとしたら中盤に崩れましたね。まあ暗い判定もね相当でかくなるんで、そうですね、かわいそうすぎる。届いてしまう矢口まり、これはさあしかしこれねダメージここで取っても多分結局ゲージためられちゃうんですよね。溜まっちゃうんですよね。今の上タイガーちょっといい感じでしたが踏んでもらえず、なんとなくバイソン側はそうですね、なんとなく中盤振っちゃえば終わりっていう。さあ TBC ガードする、厳しい、これはしょうがないですね、サブなんで。さあ先に3体目、そうですね、出されたのがシノマル、対象キャラを引き出されてしまった。さあ白丸さんとしてはここはやはり勝ちたいんだが、バイソンみたいに勝ち続けないといけない、このそうですね、このバイソンに結構大変ですね、かなり面倒くさいですね。うわヘッド出していく、中足だったが、さあ中継暴れる、さあヘッドこれ厳しい、しかし危ない、今見てますね、はい、なるほど、あそこはちょっと逃げたいところ。今のラウンドひたすらアッパーでしたね、グラウンドをあんまり出さずに。さあこれを意図するところは何なのかというところがちょっと見どころですかね。まあちょっとゲージがあったんでね、多分、はい、まあ使ってゴチゴチしても OK というところなんじゃないかという気はしますが、さあたまった、うわ今のはやばい、これはきつい、波動も打てず、アントニーバッチリ厳しい状況、これは組んない、勝利出せない、まだあるぞ、引っかかってまだ下段を選択されてガード、バレてる、フイヤーじゃないが、これはまだ分からない、どうする、突っ込んでくる、まだゲージはたまらなそうだが、じゃあグランドが私の勝ったのは2回転、おもむろなグランド。はい、じゃあ次、0回戦1回戦目、ストマックもみお 1P 中村 2P。 じゃあお互い進歩宣告でお願いします。申告でお願いします。先方の申告をお願いします。やばいですか。はい。もみおがは OK、 中村も OK ですね。さあ、審議がね、行われています。では、始めてください。さあもみおは中村対策に DJ 張ってるんだよと、そういう感じですね。中村さんのキャラ本田ブランカは DJ きついんだよと。ダブラリー、さあ開幕はもみお談義対中村ブランカというカードから始まることになりました、さっきもね、野試合ね、ひたすらやってたんですが、やはり中村さんがかなり勝ってるんですが、さあいや、あれ冷たいですね、あの垂直に対応が相当難しそうですね。そうですね、あの小足の判定の、あしかし画面端近いがここまで止めて、おーパイ、知らないの今の、知らないんですか今の。いやー、そうですね、ちょっともみお的には不運だったが、画面端も絡んで結構、そうですね、今のはぶっ飛び方もなんか面倒くさい感じになってた感じがありますが、さあ読んでいる、いやー厳しい、いやーこれは1ラウンド目のあの減りなさがもみの運のなさをちょっと、そうですね、しかしモミーは DJ を持っています。しかしここは残機でいく、ブランカ1体はまず残機で倒したいんだよと、そういう意思の表れでしょうか、はい、小足円台パン、これだけでもかなり減る、いやーこれきついな。さあ今狩りに行こうとしましたね、中村さんすごい妥協してますね、前歩いてたんで。さあスクリューが入ってバニシング、これは確定。最終的には体力全部取れればいいからっていう感じのものなんですが、これで押し返されるのが相当やるの。そうですね、ガードバックはかなり痛いだー、当たり判定。さあ2ラウンド目はどうなる開幕。やはり垂直を多用していくが、ま、さあいいところでおっと完全に読み切ったことでこれパクっておバリシングバクセミですね。あこれはバリシングで終わり、はい、そうですね、王道削りですね。さあ1本取ってさあこれはこれはまあおーっとダイエットスクリューが入ってこれはちょっとまずいぞ。刻んでスクリューこれは大チャンス。なるほどダーピオリッチ。さあ一気に中央まで戻されました。一気にそうですね、それが厳しいんだよな。そうですね、さあうまいで攻めたいく中パン、あのタッチ中パンがさあ垂直どうするもみよ厳しい垂直。さあ下がる前に歩いたところはちゃんと後ろに下がる影縫いしたいがまだ出すと何かしら当たってしまう。いや垂直弱形でしっかりおとがめ、中村が2連勝。さあここで切り札の DJ ですよ、大宮さんの DJ とはいえこの中村のキャラ3体を通すのはそうですね、なかなか至難だとは思いますが、そうですね、そして色が強いですね、青いですね。中村さんは関係なく崩してくる。でももみおはキャラ差を信じていくしかないが、これは最大よく見てますね、本当にしっかりしてますね。うん、ゲージが溜まってっていう切り返しをあそこの動く、はい、読んでの飛びでしたからね、はい、そうですね。あーこれはやばいぞ、これもしっかりしている。いやー今のうまいですね。さあしかしもみおが週2回いやバックステイいいですね、あのバックステイあー強い、これは厳しい。もみお何もできず中村が強すぎだ。さあ次廃人 1P マキリ 2P。 廃人マキリです。廃人えいや俺ペコさんから頼まれてたのを書くの忘れて、俺の代わりに出るのは美香さんがいいって言ったんですけど、まだペコさんいないんですよ。ほう、じゃあどんぐらいで来るんやろうか。一旦飛ばすこの枠一旦飛ばしますか。愛人さんの枠にペコさんが入るってこと。あオッケー、あオッケーです、オッケー。じゃあちょっと飛ばします、ごめんなさい。じゃあクサ 1P ペルオ 2P クサ 1P ペルオ 2P でお願いします。ペルオ試合さあペルちゃんいます、ペルちゃん 2P。 さあクサさんは、チュンリー2体ホンダ1体で、ペルオさんはバイソン3体と、はい、まあ今回の大会のルールは、2キャラまで使っていいよと。で速度ここは全部3でまあペルオさんは先方はいでまあ今回のその大会のルール的にはまあ同キャラ3体も使っていいということで、まあ、今回まあ今ペローさんがバイソン3体という形で、はいはい、さあもうペローさんはもう3体でやりきるしかないという。そうですね、まあただねメインキャラを3体使えるっていうこれはねいいルールだと僕は思ったりしてます。でまあそのメインキャラで使っているものにちょっと若干不安要素がある場合はサブキャラを使うっていうのはこのルールなかなか面白いなと思いました。さあ試合見ていきましょう。さあうまい、さあ無理はしない。おお今のちょっと匂いましたね、今の大百ですよ、やめておいちょで食いそうな感じでしたが、あ、刺さる。そういえばいつもはいホンダ S を使ってる感じがするけども、今日は X ホンダですね。あ、そうですね。さあ、いいですね。あの中盤とりあえず置いとく。中盤、あった、上はしっかり見ている。冷静ですね。圧巻、100巻。今日のペルオさんはかなり強いですね。これはうまいですね。まあ基本的に対応型だとは思うんですけれども、ね、よく見えてる感じがしますね。さあ、ウルフォーで鍛えた実力を一つでも遺憾なく発揮する男、ペルオ。さあ、しかし出てくるのはバイソンにかなり分の悪いチュンリー。さあ、バイソン3体対チュンリー2体となりました。さあ、グラウンドが刺さって、さあこのね、シャガ中継がね、バイソン結構苦しいんですよね。いろいろやろうとしてもシャガ中も苦しい、百列も苦しい、かなり苦しいですね。さあ、これは飛びからゲームを選択だが、しっかりガード。さあ、この前今間がこのとりあえず出す戦術がマジで強いんですよ。さあ、某バイソン使いが勝つという言葉をこれはチャンスっていて、まあグラウンドまあまあ OK でしょ今のは。さあ、あーとこれはやばい、背中から中中入って先にかかない。さあ、中継お互い中継のこすり合い、こすればいいんです、このゲーム。いや、こんなことないですね。そういうキャラもいます。はい。さあ、これはいい感じでゲージがたまった。しかし連台パンを出したところにシャガ中継がいい感じで当たっちゃってますね。そうですね。アッパーが入って、あー、1、まあまあ今草の狙いとしては OK でしょう多分。あー、たまった。これはあー、1ラウンド目と同じ形。そうですね。今のはガードしたらギリギリ残りそうな気がしますけどね。ガードした後のちょっと状況はちょっと分が悪いですよ。そうですね。だからペルオとしてはなんか技を潰して、はい、そこからレンガじゃないけど、そのまま割り込めない状況で、はい、はい、クレイジーをガードさせて削り殺したかったっていう形じゃないかと思うんですが、そうですね。まあ勝ちのビジョンは誰しも持ってるんですが、そこをさせなかったクサチュンリーというところでしょうか。相打ち、今度はスラム、うわー、いやー、さあ投げの後は投げに、投げピオリの後は投げにいけないんで、しっかりコパコパと隠れてですね。今の台足は間違いなく百列が出なかった台足だと思うので、ああ、そうなんですね。これがやばい。この後奥田制限、いやー、このレンジ苦しい。投げるこのキャラね、足速いんですよね本当に。さあ、追い込まれたペルオ。さあ、このね、面白いことに、はい、準決勝で、はい、小物道第1回で、まあ、クサさんがこのまま勝って、はい、はい、まあ2回転、ニカさんがこのまま勝っていくと、まあ、小物道の再来が準決勝で見れてしまうという、またぶつかるんですね。そうですね。しかもこれ、はい、ちょっと個人的にね、はい、見たいのは、その、はい、2人ともホンダを持ってるっていうね。いやー、ちょっと逃してしまったか。まあそうですね、非常にうまかったけれども、ちょっとそうですね、なんかちょっと噛み合わなかった感じが。そうですね、ちょっとタイミングが難しかったか。さあ、百列マリアが苦しい。さあ、あのターンパンチはちょっとカラキャンテーションで切れなかったが、投げて腕切りがない、苦しい、投げる、そのまま背中から中盤、ゲームを選択、苦しい、死んじゃう、苦しい、折り込み済みの球だった。さあ、変わったのはクサチュンリー。さあ、はい、じゃあペコ対マキリでいきましょう。ペコマキリ、ペコはケンチュンリーですね。 F ケンチュンリー、いや S か X かはどっちでもいいので、あ、どっちでもいい、あ、なるほど。はい、先方をお願いします。 OK ですかね。はい、行きましょう。ワンピ側はペコのケンケンチュンリーですね。先方はどうなのか、マキリはケン3体、はい、まあ X なのか S なのかというところはありますね。そうですね、はい。さあまずはお互い X 剣、そうですね、まあ X でも S でも、はい、とりあえず E というこのルールで、はい、はい、お互い X 剣を選択しましたね。そうですね。そしてかなり珍しいこの 2P 側のまきりさんのこのかなり明るい感じの黄緑、はい、これあれじゃないですか、同じ色かぶったらこの色を見れるみたいな感じなんですかね。いや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 、あ、これ違うか、違いますよ、これか、違いますよ。パソコンの画面だからすっごい明るく見えたんですよ。あ、そうですね。これあれですね、なんだっけ、名前出てこなくなったさあまあ試合見ていきましょう、はい、さあとかなんとか言ってる間に、はい、ペコがこの、黄色っぽい方がペコ、はいはい、ですね、ワンピ側でちょっと明るい緑がマキリ 2P 側になっております、はい、1ラウンド目はペコが膝つかみを絡めてかなり攻めていったが、そうですね、2ラウンド目は、はい、ペコの飛びをマキリが対応してかなりペースを握ってる。そうですね。さあこれはコワからピオリーチですよ。おなんでしかし足で対応する。今のピオリーのところのコンバ激アツでしたね。うん、まあレッパー出なかったのかなという感じがですね、はい、さあ今度マキリは、黒いというか紺色の剣、はい、さあコアの連携からさっきはピヨってしまって大パーショル、そうですね、めくり中キックとかが、はい、まあめくりX 剣はめくりは中キックか入るともうあれですね、特にしゃがみぐらいなんかだと中盤大達でもうピオルっていう形なので、剣のめくり中継ってグリグラさん剣使うと思うんですけれども、結構あれですか、ガードしにくいとかあるんですか。キャラによると思います。はいはいはい。さあ大パンでしっかりとお仕置き、はい、裏回りはさせないと、おそらく道着もまあ普通にはめくれるんだと思うんですが、はい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 、コパン勝利が出なかったが、ああこれが痛い、めくりしっかりしている、勝利に対して空達ですかすっていうね、はい、ペコさんのねすごいところはね、ちゃんと大パンショイルズにきっちり1体反撃持ってるんで、足、さあ足を使っていく、前歩きでプレッシャーをかけていくが、今度は波動に切り替える、安全なところでしか波動は打たないという、そうですね、さあ足がうまい、足うまいですね。さあペコが2連勝で追い込まれたマキリ、これ配信さあ3立てにリーチがかかったペコさんと追い込まれたマキリさん、はい、うん、いやいって飛んでるさあめくりたたきたやし波動拳、この辺はゲージがもりっと回収できるいい連携、さっきはねペコがこう、はい、波動の打ち合いになりそうなところを、はい、あえて出さないっていうので、はい、でマキリは波動で横で押し込みたいっていうのを、はい、打たせて飛ぶっていうのをね、はい、やってるんですよね、そこがうまくはまって一気にダメージ取ってると、そうですね昇竜さあこれはしっかり対空して掴みに行く、掴んで裏コパンから投げは受け身あるが、はい、しかし苦しい空対空、よく見てる、さあ今の弱昇竜は別にガードまあ角半もらってもいいという意味での打ち切りでしょう、そうですね、さあこれは大パンハード、さあさあ追い込まれたが、ああ上が出ない、これは厳しい、勝ったのはペコ。さあ、じゃあ3いきましょう。さあ、グリグラ 1P、イシモン 2P、イジモンさん。じゃあグリグラさんって先方の申告お願いします。はい、 OK、 レッツゴー。さあ、なかなか面白い試合が見れますね今日も。そうですね、グリグラはケンヘロヘロン、はい、イジモンはフランスから来ました、はい、久しぶり。なんか予選、はい、昨日も出ててはい、エンパラもいたみたい、はい、すごいですね。あれはすごいっすよ、行動力半端ないっす。さあ、これはテーラしかりに強くなっている、いいですね。アントビバッチリ、今のアントビはやばいっすね。さあ、これは吐かせて確定、完飛びですね今のは。今のやばいっすね、完璧なアントビでした。次シャル対2回転ですね、はい。お、なんか面白いカード見れそうですね、バイソン。ああ、これはしっかりガードしている、ナイスガード。おお、しかしさあ、ここもボタンを押すと支援が間に合っちゃうんですよね。そうですね、これはどうする。しかし、さあこれは後ろから、わあ、使ってしまう。スイちゃんはちっちゃいですからね、フェロン。まず先鋒戦取ったな、グリグラ、はい。この先鋒戦取るっていうのがでかいですね。そうですね、3 on 3、まあ個人3 on 3ですけれども。さあ、イジモンさんはバル3体、2体目ですね。開幕ある程度ちょっと様子見ましたね。さあ、爪を出さないとゲージも止まらないんですが。あ、そうなんですね。あ、確かにそうですね、見てると。あそこの間合いの、はい、まあよく見てますね、はい。あー、テラしっかり3発。あー、思ってこれはいや、あれ強いんですよ、はいはいはい。うわ、さあこれは5 cc 投げて、これはおい、逃げ出した、逃げますね。さあ、今の、ああ、これは熱い、ラップは熱い。どうするこれ、ハイクロで俺じゃない。いやでもこれどうなるんだ。ああ、これは WTO ですね。まああそこは圧倒的バルログ有利なところなんで、はい、上は見れる。ハイクロを一瞬でも遅らせてしまったらもう、はい、無理という。そうですね、ゼロドットの時の、わー、これは状況まずい。投げる、投げ返す、あ、今日パン偉いですね今のは、はい。さあ、今度はしっかりとイジモンを取っていく。この組み合わせはスライディングが肝になってまして、はい、スライディングが、支援脚と劣化球に非常に相性がいい技なんですけども、はい、それをヘイロン側しゃがみ強パンチで、はい、止めに行くと。はいはいはい。ただそのしゃがみ強パンもやっぱ強攻撃なので、振りが大きいから、はい、結構隙間にスライディング刺さっちゃうんですよね。ああ、これはね、表そって投げる。今のは見えないですね。しましたね。さあ、ファイナルラウンド。やっぱためキャラはね、投げに弱いっすよ。ですね。ああ、裏。これは見えねえ見えねえ。裏。見えねえ見えねえ。表。これはしょうがない、パーフェクト、素晴らしい重ね。さあ、グリグラさんは剣を出せる、いや大将に剣残さないですよ。まあですよね、うん、まあ昇竜拳が横にかなり伸びる剣っていうのはバルログにやっぱりかなりいける感じなんですかね。落としやすいですよ。で、今みたいな重ねの時はどっちに入力するのか分かんないので、はい、バルログとしてはあれをやりたい。なるほど。さあ、シャガ中継が一歩勝ちになるが、このスライディングモードはかなり厳しい。さあ、うまいですね今の。いいですね、ジャンプしたの見てから中盤にしましたね。さあ、怪我を選択をガード、わー、運んで死ぬか、死んでしまう。さあ、石門バルログ超しっかりしてる。さあ、これはおっと冷静でしたね今。うわー、すごい今の、すごい。おお、ハイクロ、あ、この相打ちはまあまあアッパー。そうですね、しゃがみ強パンならどっちにも対応できる。さあ弱小で、まあ、まだ爪を剥がす作業から始まってしっかり取っていく。これはやってしまった。三角はやっちゃいましたね。あ、うまい。おーっとシャ10機、おーっととととと、うわーこれやばい。うわー、まあ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 、あそこは難しいですね、はい、バトルとしても。そうですね。さあこれわかんない。おっと早め着地だがフォローしっかりしていく。弱小流しゃがみ、さあよく見てる。どうなる。石も、おおうまい。おおまだ知らない。さあこれまだわからないぞ。おお早出し、ここで早出し。さあ 2-2 の状況で勝って、いや石本さんまだ2体目ですね。だから2体目対2体目だから、いや 3体目3体目だから 2-2 で勝って3体目で、そういうことか。さあ大将グリグラは大将フェロン。さあお互い意地と意地のぶつかり合い。これはやばい。しゃがみだとあそこまで入りますね。投げの後の生レッキ900に対しては、はい、手のための非常に難しいんですよね。あギリギリになっちゃいます。はいはい。さあこれは釣れたがでかいのが入らない。ナイステラ。さあテラが減るぞ。これはまあ一旦出さない。裏にいる。しかしうわー、ここはグリグラさんが意地で一本取っていく。スーパー有利な状況からめっちゃ遅らせましたね今。はい。さあお互い対象対決となりました。いい勝負。はい。イジモンここで勝ちたいぞ。グリグラ対ジモン、大将どっちが上がっていく。おっと早い着地だったが、さあ高爪から始まるが、ここはナイスガード。そうですね。さあこれはおお引っかかる。引っ掛け方がうまい。そうですね。さあ支援、さあ離して4部、さあうまい。おっと絡んだが、おいしゃがみ巨パン、しゃがみ強パンがいい位置に置いてありますね。さあこれでグリグラリーチ。おっと飛んでいくスライディング。おっとどうぞ、いい感じの重ね方でしたが、これはテラー出る。おっとどうぞピオラナイが削って、おいこれはまだわからない。あーちょっと早かった。いや惜しかったな。そうですね。勝ったらグリグラ、あいよいよ。さあシャル対2回転いきましょう。メインあオッケー。シャルさんワンピー、シャルさんワンピー。シャルさん先方キャラはさあ行きましょう。さあまずはお互いバイソンで様子見ですね。はいはい。さあシャルサの持ちキャラがバソバソ DJ、 2回転がバソバソホンダ。はい。この 1本目どっちが取るかが超重要ですね、このカード。そうですね。しかしバイソン同キャラは結構クソゲーっぽい香りがしますが、上級者がやるとどうなるんでしょう。どうなんでしょうね。お互い、うわーこれは今の円台パンが決め手になっちゃいましたね。そうですね。ちょっとやっぱり先にゴチってゲージ溜まったら、はい、もう相当有利という感じがありますね。そうですね。まあダメージ的にも取ってるし、そういうなると結構切り返しが苦しいか。さあこれはしっかり切っていくが中盤、さあ上からゴチって固めていく。しかしやり返す。お互いゲージ溜まってる。先に出したのがシャル出し、ゴチ反応してしまう。ゼロドットまだあー、前歩いたところに中盤が置いてありましたね。なるほど。あ、でも間合いでの中盤はもうほぼほぼ硬いんじゃないですかね。硬いと思います。さあやはり倍走を出すしかないと。そうですね。とりあえずそうするとシャルさんはここでバイソン2体を倒さないといけないが、見ている間合いが苦しい。うわー、ニョイ棒が刺さってダメージはもうそうですね、相当取ってる。2回転。さあヘッドで切り返して遅らせたが、ヘッドで、ヘッドじゃない、アッパーで抜けたが、うわー厳しい。お、マジですか今の。アッパーに対しては勝つのかな。なるほど、へえ。多分向こうの飛びに対してアッパーを出し読みのっていうやつなんじゃないですかね、おそらく。なかなか珍しいもの見れたなっていう感じですね。バイソン使いの読み合いなんでしょう、おそらく。はいはい。さあ2回転が圧倒している。もうここはクルージング状態でいいでしょう。そうですね、入って、まあでもこれで OK。 さあシャルさんは、あー、今のは食らいにいってましたね。そうですね。いやでも食らいに行くありですね。ちょっと高めっぽかったんで。さあ追い込まれたシャルさんは DJ を出すしかない。そうですね。もう勝ったと両手上げてますね。じゃあキャラ間違えたので、はい、2回転が、倒して、実際にはシャルの3体目が DJ ですね。今7発当たっただけで体力10割取ってましたよ、はい、多分12割ぐらいいってるような気がしますがこれ、減りすぎでしょ、これ。ああ、減りすぎ。なんかみんな、チュンリーのコパン減りすぎとかよく言いますけど、バイソンも大概ですね。まあまあ、どのキャラもね、半分減るコンボは大体持ってますからね。まあそうですね。言うても。はい、じゃあ見ていきましょう。DJ バイソン。さあ、シャルが3体目の DJ。はい。そうですね、対して2回転はまだ1体目。そうですね、1回目はなんかこう見ずに行ってもいい動きをしてもいいかもしれないですね。あー、そうですね。ちょっとなかなかその1人3音っていう形になってるんで、はい、なかなかちょっと難しさがあるかもしれないですね。そういうさあ、まあ下がる下がる、うわー、あのコパス上円台パン入って、これは削り切りましたね。1回その前のアッパーに何か反応してたんですけど、ためが完了してなかったのかな、おそらく。かもしれないですね。さあ掴んで、どっちどっち、打った、つらい、うわー、つながってる。勝ったのは2回転。さあ、じゃあ 1P アラバマ 2P 文鎮いきましょう。さあお互い3体とも同じキャラなので、そのままもうやってください。申告一応、まあ SX あるんで一応申告かな、ね、大丈夫そうですかね。大丈夫ですかね。はい、じゃあ行きましょう。さあこの大会、まあ、はい、キャラ選んだ側のステージになるじゃないですか。先にボタンを押して、はあ、はあだったかな、スト2って。ああ、そうなんですか。じゃどうなんですかね。いやだってジャマイカだよ。あれヘイロン選んだらジャマイカ最初に出るのかな。あ、なんかアニコレはそうだとかいうのは聞きましたが、 X もそうなんですかね。どうなんですかね、ちょっとそこは知らんのですが、まあでもなんか確かキャラっていうか、最初に出てくるステージとか決まってるっていうね話ですよね。いくつかの中から。はい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 。さあ今の1ラウンド目は文鎮ホイホイが決まって、はい、さあしかしこれはお互い3キャラとも同じ組み合わせなので、そうですね、まあ最大4回見て最後の対象戦でしっかり勝てばいいんだよみたいな感じで持ってってもね、お互いにヒット確認してる。これね、届かないんですよ。ですね、何も入らないですね今のは。まあしょうがないですね。これは実際グリグラさん、はい、バイソンやっててどうですか。どうっていうのは、結構やっぱりバイソンつらいですかね。いや、めっちゃつらいでしょ。ですよね。はい、バイソンかなり有利だとは思います。はい、ただ近づいてさっきのホイホイじゃないけど、はい、巻き込んじゃえばっていうところなんで、はいはい、バイソンは触られないように立ち回って、はい、フェイロンは一発なんか引っ掛けてこかしてワンチャンっていう話だとは思います、はい、しかし今みたいなこう仕込みの技に、はい、そのこっちの切り返し技が潰されたりするんで、はい、相当ある程度分かってるバイソンには相当きついと、なるほど、はい、形だと思います、はい、さあじゃあ今の解説を踏まえた上で残りの試合見ていきましょう。先に2体目を突き出されたのは文鎮側、はい、さあ引き返してホイホイボードがこれはまあ投げ読みで、はい、その最大を取ろうとした中支援ですね、はい、さあこれは美味しいですね今の入り方は。お今のはアントビじゃなかったっぽいが、はい、まあアラバマも多分飛んでたのでヘッドが出なかったっていうことでしょう、はい、さあ遅らせたか確認が難しかった。さあいい入り方、これは文鎮おいしいぞ、投げて投げて投げていやさあ文鎮さんが勝つと場が一気に荒れますね、はい、かなりこうね、文鎮の応援がね、応援なのか、煽りなのか、煽りっぽい感じもしますけれども、はい、そうですね、さあお互い 1-1 の状態で、はい、さあ今のはいいですね、意外と、はい、自分が最近やってて、はい、演劇集、はい、これは結構、出際のバイソンに刺されやすいんですが、はいはいはい、間合いが難しいんですね、結構2段目が遠くまで届くんで、あーなるほど、近いと逆に演劇が出る前に潰されるっていうのがあって、はい、はい、今ぐらいの間合いで先に置いてたけど、なんか動いたらこれっていうのとかあったりするんでしょう、はい、はい、今のしゃがみダイパン見てからクレイジーですか、もしかして多分地上の技見てからっていうのはあるんでしょうね。反応早すぎでしたね。いやーまあでも用意してたんでしょう、はい、今のさっきのこのアントビから歩いて中パンっていうのがあったんですけど、はい、あれも自動2択になってますよね。ああはいはいはい、5番からうわー見てるー、見てますね、ヘッドで終わり、まあしょうがないですねこれは。先に大将を引きずり出したのはアラバマさん、アラバマ、はい、アントビコパコパ歩き中パンっていうんで、はい、まあしゃがんでたら、しゃがみっていうかガードしてたら、はい、まあごちごちだし、はいはいはい、まあ飛んでたらタジ中パンだし、だから無敵技か投げ返しだと思うんですが、はいはい、それに対してもまあやる技はあるよっていう話だと思うので、相当面倒くせえバックっていう、あーミッド確認うまいっすね、アラママバイソンマジで強いですね。うわー今の渋い、あエンダイパン置いてやって、さあエディッシュが引っかかる、今のピオリーチだからね行きたいんですが、見てましたねアラママさんも、そうですね上見てたんで、さあ突っ込んでくる、これはあーブーやっちまった、投げでよかった気がするが今の敗北はちょっと悔やまれますね、悔やまれますね。勝ったのはアラバマさんおめでとうございます。さあ次ネモ 1P ピロシ 2P、 ネモ 1P ピロシ 2P、 さあネモはブランカ2体の DJ1 体、はい、対してピロシはホンダ3体となっております、はい、はい、DJ がね1体いるっていうのがちょっと厄介ですね。はいでも OK です。さあしかしネモの持ちキャラブランカー2体に対しての、はい、ホンダの機能の仕方がやばいでしょうね。そうですね、はい、さあじゃあ始めていきましょう、はい、とはいえこのクラスのブランカーになると、はい、簡単に振りキャラとはいえその安易なことをしてくれないと思うので、そうですね、かなり、はい、ネモさんといえばやはり丁寧に触りに行って、はい、振りキャラ相手でも勝っていくっていう感じのがよく見ますね。そうですね。この間も同じ、ブランカス界の英邦が、ネモは相当我慢強いねと、ブランカス界の中でも屈指の我慢強いタイプだというふうな評価をしていたので、うわー、このようにつながってる、うますぎですね。うまいっすね。さあ、英邦も認める男、ネモ、フリキャラも覆していく。さあ、お互いちょっとどういう風に触れたらという感じで中間間合いで、さあ、これはしっかり待っている。そうですね、この状況がちょっと本田の理想というか、何ももうひたすら、おっとしかし電撃で裏にいる。さあ、絡みついてくる。今のうまいですね。早めにジャンプ大パン出して着地に投げると、すかしてっていうやつですね。さあ、これはめくりにいってめくりにいってめくりにいって、これめんどくさいですね。おっと、なんも出なかったが、さあどうする、10秒切っている。これを切り返すのは苦しい。そうですね。さあ、ネモブランカが強いぞ。ネモ結果的に今ストレートに行きましたからね。しかしピロシはこう本田3体で行かなきゃいけないので、ここでね、切り替えてやっていただきたいですね。さあ、同じ本田使いの黒岩さんからね、気持ちを強くとアドバイスを受けて、そうですね、一足先にこう予選突破してますからね、黒岩かっこいい男ですね。この予選を通過した男からね、こう一言もらえるっていうのはなんか結構ね、おっと、バックステに刺さる。今のオカマうまいですね。さっきのその前の飛びに対してもジャンプショー P かな、対応してたのも非常にうまかったですね。さあ、ここからどうなる、ネモはどう切り崩す、逆にもうちょっとここをどうするか。そうですね、かなりもうしゃがんでコパン振ってるだけでかなり苦しい、寄った、しかししっかりとしている、削りが痛い。もうピロシはだから変な話、最後までこれをやりと通す、そうですね、やり続けるっていう形でしょうね。もうこれもずっと我慢でいいですね。まあ噛まれても OK と。まあやはり体力リードしてしまうとかなり苦しいのがやっぱりブランカ側ということですね。そうですね、逆に切り崩すのが難しいというところなんでしょう。なのでファーストアタックをいかにブランカ側が取り、あーとこれは暴発。さあ、これでかなり苦しくなる。バックステこのゲームで出てきたスーパーで X でどうなんですかね、僕ちょっとあんまり忘れちゃったな。まあとにかく出てきましたけど、はっきり言って死に技ですよね。おっとどどどど、最近の最近のというかスト5なりスト4なりはバックステもうまい。そうですね、まあ結構そうその使い道がある技のようですけれども、そうですね、ちょっとこのゲームではあまりにもな、まあこれはしょうがないですね。そうですね、ずつきで出てりゃ OK と。まあキャラによってはなんですけれども、前捨てして噛みに行ったりとか、前調整をちゃんとしてからやりに行ったりとかっていう使い道とかあったりとかっていうところですかね。バック捨て前捨て、どっち出しても大丈夫です。順番はどうでもいいので自分の好きなように。あとに残った2キャラはネモさんは、ブランカと DJ です。さあ、ここで DJ を出していく。ここはピロシ鬼門となるか。まあそうですね、自分の構成もそうですけどメイン2体のサブ1体なんで、やっぱりサブは2体目最後にサブに任せるっていうのはなかなか難しいかなと、気持ち的にね。うわー、おいちょを入れ込んでいる。おいちょもう一回入って、最後までおいちょめくりに行ったところをすかされて、おいちょこれ仕込まれてるの相当めんどくさいんですよね。さあ、これでかなり寄るのが大変になる。だから DJ 側は割とこうむしろ行かないでいいのかもしれないぐらいのね。さあ、しかしいい寄り方している。ピロシ飛びが冴えていたが、おっと遅らせ、あの遅らせちょっと暴れちゃいそうでしたね。そうですね、なんか出してたら下段だったっていうのもあるし、はい、相当面倒くさいところが、そうですね、はい、さあこれはちょっと厳しいか、これは厳しいですね、まあ、ちょっとバックジャンプにした時点で死にかけでしたね。あのジャックを垂直して、はい、確定というか相打ちにもなっちゃうと思うんですよね、はい、なんでそこも今さあこれはチャンス止まったんでサバオリどっち今球出したっていうか出ちゃったのかもしれないけど、これね強すぎなんだよなこの技。さあでもとりあえず削りでちょっといい感じで出して取れたが、もう一回削り、まあピロシはただこんだけリードしているけどもう最後までいかなきゃいけないと。そうですね、はい、ああこれは踏んでしまってどうするネモはどうする、とりあえず遠くでちょっと、そうですね、これは確定、ここはさすがに見ていた。はい、あネモさんまだもう一体いる、もう一体いる、はい、3キャラなので、さあ一つあるあるですか、席を立った人は負けるというのはよくある話ですよね。ちょっとラウンドを1本しか取られてないのに席立っちゃうとかある、そうですね、ね、たまにありますからね、はい、さあネモさんが先にちょっと追い込まれた形、ピロスさんはまだ2体目、はい、さあいい流れでピロスさんがまあ大将を引きずり出したというところでしょうか。そうですね、さあまず小足でまだダメージをちょっと取っていく。しかし結構ブランカはこの体力差を守るのはちょっと難しそう、多分こうやってまとわりつく、うわ着地に置いて仕込んでる、これなんですよ。さあこれでなぜかもう大力に負けしている。さあ電撃刺さる早出し、ああ歩いてたピロール、これねタクなんですよ。あそこを何も出さないと埋められてとか、その遅らせたイチョウでピオルっていうやつなんで、暴れに対しては頭突きっていう。はいはいはい、さあ体力差が2割、思ってる画面で見てる以上に体力差がかなりひどい、うん、垂直大 P が機能してますね。そうですね、おお前捨て神々、しかしまだ足りない、2回目は多分通さないでしょう。ぶつきあの小足が強いんですよね。強いですね、電撃すらも潰せる。さあでもどうする、厳しい、どうする、さあワンチャンワン出ていた、これは厳しかった、勝ったなピロシ。さあ 1PTZW2P 天才チンパンジーいってみましょう。これですね、14番対15番 TZW ガイル3体対天才チンパンジーフェイロン2体のホーク1体ですね。さあまずは天才チンパンジーさんがホークで S を出てきましたね。 S ホークですね、まあ通常技の性能とかね、もう S ホークはぶっちぎってやばいので、特に何がやばいってあの前ジャンプ三角、三角も強い、三角がね判定がマジでおかしいので、みんなあれの処理にかなり困ることになるでしょう。まあ飛びは特にガイルなんかはため、しかしコンボといえばこの人、そうですね、コンボといったらコンボ職人の TZW さん、まあミスらない感じがありますね。いやもうすごいですよね、コンボって難しいじゃないですか、きちんとやりきるって。そうですね、さあこれはあんたたりになってなかった、コア中継で相性ってまず勝ったな TZW さん、多分あそこで1回はめるとそのまま死んじゃうから、もう、とりあえずパナそうというふうなところなんでしょうね。さあ続いては天才チンパンジー2体目フェイロン、さあここからだと残りフェイロンですね。さあしかしTZW さんはもう対応のもう本当にすごいので、はい、エーロンでも寄るのがかなり大変、特に外部なのでっていうのもあります。いやー、今のサバットタイプうまいですね。そうですね。さあレックで寄って、今の台形ガードしちゃったのはちょっと不運かなという感じがしますが、ここは見ている。しっかりバックジャンプで回避。安全ですね。安全ですね。多分まあ最速レッカー3段目とかで引っ掛けられるんだけど、さあ TBS しかし、これも今多分サマーかダブルサマーかなんでしょう、おそらく。そうですね、出なかっただけでしょうね。そうですね。さあこれはレック、さあちょっと2ラウンド目と同じ展開の始まりだが、まだ削りで寄っていく。前そばはありですね。さあこれはサマーで切ってめくりはガード。さあ中足のスカリに、はい、さあ内切りレッカを差し込んでいって投げる。投げられ、さあ打ち切る。ああこれ切られて勝負。ああこれはつながらなかった。ちょっと高く当たってしまったかな。そうですね、うん。さあ TZW さんは2体目、お互い2体目同士ですね。そうですね、お互いもうメイン2体ずつしかいません。セイロン側は、はい、ガイル戦基本的には、はい、この楽しいと思います。へえ、そうなんですね。ああこれはおっと、それはよく出す。でもあれ食らっちゃったら死んでるんで、はい、出すっていうか技出してるのは、はい、正解ですよね。そうですね、今の完全にこう何もしなかったら危なかったので。そうですね。さあこれは相打ちになってしまう。大系と相打ちでしたね。難しいところ。あ、ここの前、はい、さあこれは投げ返す。ここは見ているよと。はい、さっきからレックを通されてるんで、多分レックのケアというところは意識してるでしょう。そうですね。さあこれはレックが、しかしこれは受け身取らないという選択肢をしましたね。レック最後まで見ている。見てましたね。さあ TZW さんが先に大将を引きずり出す。まあ天才チンパンジーさんもね、僕かなり久々に見たんですけれども、はい、はい、もう動きキレキレですね、今日も。そうですね。さあ空ぐらいでまず一発当てて、めくり最大ピヨってる。さあこれがセイロンです。火力が高いんです。さあ今度はレックは通さないようにケアしてましたね。これがね、見えづらいんすわ。さあ受け身がないが、おっと C で燃やして、今度はガードしているが投げ返す。さあ上から期待値の飛びを見せていくか。ちょっとまあ上から、そうですね、まあ上からでないとね、最大取れないので、まあ天才チンパンジーさんも2回飛んでいったというところでしょうか。下がってたらいい形だったと思うんですけど、はい、おっとっとっと、中足が強い。さあどうする。さあレックどっちへ、中継、おお投げ返す。この投げ返された、裏側に投げ返されると厳しいんです。3発目わざとぐらいっていうのは、はい、実は正解っぽいんですよね。はいはい、ゼロドットは厳しい。これはしょうがない。いやー、いい選択だったんですけどね、はい、繋がらなかったっすね。そうですね。勝ったのは TZW さん、おめでとうございます。さあ次行きましょう。福山中夢、はい、福山 1P 中夢 2P です。じゃあお互いから申告お願いします。相手やるブランカ、お手。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。中村、福山さん、あ、オッケーです。すいません。さあまあベスト8がこれで出揃いますね。はい、さあ、はい、福山龍対中村ブランカ、はい、さあリバランス当たって、さあジャストに置いてある。さあいい位置取りで中村さんが仕掛けてくるが、これは使ってしまうんですよね。使っちゃうんですよ。コパンの先端が暗い判定がないと。そうですね。さあこれはスイージャンで回避。いや今の昇竜大昇竜だったら枯れてるっていうところもあるんで、結構いや難しいところ。さあどうするどうする、溜めてるっぽい、溜めてるのはいいのか。大足が長い大低下、はい、あそこ、まあ多分出す出さないができる飛びのタイミングだったと思いますが、はい、さあ打ち切り、まあ、これ確定ダメージもらえますが、そうですね、つながると思って出したんだと思うんですが、そうですね、ステージの問題もあるかな、まあそれありそうですね、結構遅めなステージなんで、そうですね、ちょっと思ってたよりも遅いというか、はい、でタイミングが実は早かった、はい、なみたいな話だと思われますが、表からはこれはしっかり削り切りますね、はい、さあこれ福山さんにとってはかなりステージ運はありますね。遅いステージなので、あそうですね、対応はしづらくなるかなというところですね、はい、さあ大昇龍、さあ今のファイヤーうまいですね。さあダイゴスかなり強気、いいですね。さあ繋がらないが入らないが、さあ今の立ってさしたらいいですね。おおすったはみました。どうなる、熱いよ。さあこれは飛んでいる、飛んでんだよなー。奇跡を出す福山、これちょっとファンにはたまらない映像ですね。いや今の飛びは、はい、いやあれは難しいですね。中村さんの技の振り方がうまいんで、はい、地上とね対空の意識の配分かなり難しそうですね。難しそうですね。さあ今度は、まあ、さっきの試合とは打って変わって波動モードからスタートしていくと、はい、ちょっとさっきみたいに、はい、ロスをガンガンやっていった方がもしかしたら面食らっていけんじゃねえかなみたいな気もしますが、はい、あさあこれは裏なんだよな、見えねえ。さあ大勝利はもうしっかり出るんだよと、はい、さあ今度はちょっと出ちゃいましたね。出ちゃいましたね、はい、ピオラズだが、まあ十分なダメージか。いや十分ですね。確保もらっても全然十分ですね。この前のしのぎがさっきから中村がうますぎる。そうですね。さあ内海が取っているスライディングから、うわーしゃがみガイパン置いてある。ああうますぎる。垂直台形、これは中村ブランカがかなり極まってますね。そうですね。さあ福山これで3体目、本田に合わせる。さあラスト福山、さあこれはなんとかしてまずは先方を倒すと。そうですね、倒したいですね。はい、コパン悪くなさそうな気がする。いやーケアがうまい。なんだこれ、一生竜巻。おおいやーしゃがみ台パン置いてある。いや強すぎる。あの前の垂直弱点強すぎません？強いですね。ちょっともうちょい潜って歩き大勝利とかなのかな。いやーでも結構難しそうですよね。難しいですね。かなりのスキルの高さが求められそうです。はい、そもそも歩き昇竜自体が前入れてるから難しいんですよね。ですよね。僕できた試しないくらいなんで。さあしゃがみ大パンでお仕置き。勝利。大勝利。2P でも出ますと。あっとっとっと。さあ。しゃがみ中パン。ああ前捨て神々。嫌な前でスイージャーしてくる。そうですね。さあどうする？これも体力。うまい。いけた。おー投げに行く。投げをする。これは強気でしたね。まあこの最後の体力っていうのと、はい、ゲージがあってっていうのでちょっとそうですね、いいタクでしたね。はい、逆に中村は体力差だったけれども、はい、無理しないでいいというところで、まあそうですね、はい、逆手に取ったところでしょうか。そうですね、しかし厳しい厳しい、いきなり半分、はい、竜の波動拳強いはずなのに、なんか画面端にひたすら追い込まれてるような、そうですね、押し込まれてますね、ここね、難しい、早田さん、これは活路を見出す感じになったのか、空達が機能してると、もう一回出していく、あっと。一旦距離を取ってなんか今カクカクしたけど何もやらずだった、はい、まあまあまあでもリセットはされてますね。おお、いい真空だった、いい真空。さあ福山が取っていきます。さあ中村さんは本田もいます。さあしかしブランカでもう一回チャレンジですね。ブランカチャレンジ発動しました。さあ同じ負け方は二度しないんだぞと、そういう意思の表れでしょうね。なるほど、まあ、単純にはい、ああサンダー入って、はいはいはい、まあホンダよりもブランカの方が行きやすいという判断なんですかね。まあそれもありそうですね。球の引っかかりはまあブランカ難しいけど、はい、なんとなく飛び以降の時にホンダの方が引っかかりやすいイメージがあるんですよね。まあまあまあそうですね。うますぎる、マーチからでしっかりとフォロー、やばい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 、これが中目ブランカ、あうまいだー、中目強し。さあベスト8揃いました。ベスト8、さあじゃあまあベスト8ね、残ったのであれですね、まあメンツがですね、まあ廃人と書いてあるんですが、これがペコ、クサ、グリグラ、はい、2回転アラバマ、ピロシ、はいはい、TZW、中村、この8人でまあ残りあと7試合潰し合ってもらいましょう。ではまずはペコ対クサいってみましょう。あ、そうですね。ペコ 1P、草 2P です。ペコが、ケン、チュンリー。草は、チュンリー、ホンダですね。さあ、草さんはホンダを選択しましたね。はい。まあ、そうでしょうね。まあ、ペコさん、わあ、なるほど。逆戦じゃないな。まあ。まあ、チュンリーのことはよく知っているけれども、さあダルシムステージ、早いステージになってしまった。さあペコ、チュンリー、はい、本田戦はどうでしょうかね。さあ めくっている、これは今の連携いいですね。さあうわ、これどっち今の、あー完全うまいっすね、今の連携はマジでやばいやつですね。はい、完全に、はい、ガードを見て、はい、コパン小足100です。あれ重ねちゃいけないんですよ、追い込まってるんで。さあ小足見てから投げに行って、テンションちょっと遅らせ気味だったかな。うわー、頭突きで見てる。さあこれはしっかりとお仕置きしていきましたね。チュンリーのことはよく知っているよと、さっきから話をちゃんとしてる感じがありますね。はい、さあペコさんがあと剣2体、これはどうする、どっちを使う、さあ S 剣にしてきました。これは完全に勝ちにいってますね。さあ本田界から見ても S 剣はマジできついというところなんじゃないでしょうか。まあきついでしょうね、相当きついでしょうね。何せ波動の硬直は少ない、垂直したところにしっかりと前飛びしてやると。さあしかしまだ削って、おっとこれはチャンスか、そして削りに行く、やる1回でもね、X ホンダなんで、はい、さっきのもわざとすかしてね、はい、投げに大井町に行ってましたけども、はい、ああいうのされると一気に画面端で持っていけるっていう形ですかね。はい、さあ今の空タフ大足波動で画面切り替わるのは後ろ下がれるんですよね、これで。しかし大足が超減る。今の死ぬんだって思いましたね。そうですね、今のちょっと残りそうでしたけど、はい、まあ残ったところで多分1ドットくらいだと思うんで。そうですね。ギョタス。さあ、エスケの前。さあ、おっと。昇龍にオカマワでお釣りをしっかり。はい。さあ、踏んでしまう。かかってしまって。速いステージなので判断が難しい。難しいですね。いやー、スイジャーになってしまった。合うよね。大足波動でしっかりフォロー。いやー、この足、そして球厳しい。ゲロきつい。確定ですね。よく見てた。はい。さあ、じゃあこれでお互いメイン同士2体の潰し合いですね。そうですね。うわー、クータス。さあ、僕もこのカードよくやっていますが、エスケンはやはりこう球がね、硬直少ないんで、飛び間に合うかと思ったら全然間に合わないんで、地上やらないといけないんですよ。で、地上やろうとすると波動拳が本当に速いので、ガードとかガードバックでどんどん画面を押されてしまうっていうところではあるんですけれども、まあそこをなんとか、ついにも足速いのでうまく使って、そうですね、タイプを間違わないことですね。ジャンプ台形の先端は無敵なので、コパンでは落ちませんので、しっかりタッチ中継なりでダメージ負けしても、しっかりと落とす。最悪、相打ちでもいいからと。はい、そうですね。なるほど。さあ、1ラウンド目はギリギリの体力で草心理が取っていく。そうですね、ちょっと。さあ、これはうまい。投げが入ると、相当 S 剣厳しくなるか。しかし、めくり。うわー、チュンリーだから技挟まないで生昇龍の判断だと思われます。そうですね、はい。ペコさんはね、めくり本当うまいんですよ、はい、マジで食らうんで。さあ、大迫に振っている。食らいますね。さあ、これでこれはやっちまったか。しかしまだわからない。金的回転よく見てましたね。今の金的はちょっと出すタイミングが遅れると TBS が発生するんで、ちょっと危ないところだったんですけれども、勇気の中継でしたね。そうですね。あそこね、もうドットないから、球打ったり、先列打ったり、ついついね、したいところだとは思うんですが、よく我慢してましたね。よく我慢して上を対応した。さあ、これはダンスによって、8割ゲット。さすがに出が早いわけじゃないか。今の分からず、ピヨって、今の位置はちょっと入らない位置でしたね、逆潮流が。さあ、これはちょっとお互い、おっと、これね、引っかかってしまうやつなのか、今のは最速大転生で間に合っちゃうんですよ、この技、無法中の無法、しかも大転生2、3が減るんですよね、減りますね。これはクサチュンリーがちゃんと大転生をね、しっかりと対策で出してたところが素晴らしいというところでしたでしょうか。さあ、ゲージ回収をしっかりしていく。さあ、これで波動がちょっと打てづらくなる。さあ、チュンリーが強いぞ。さあ、押し込んでいく。さあ、強気。うわ、これがクサチュンリー、強い。愛知に行くのは俺だという意志がすごい見れました。さあ、次グリグラ対2回転いってみましょう。さあ、テンバイソンの戦いになります。さあ、じゃあ福山さんよろしくお願いします。あ、伊藤さんよろしくお願いします。佳境ですよ、伊藤さん。はい。もうね、僕ね、福山さんの実況大好きすぎて、愛知に行くのは誰なんだと。まあそうですね。もうね、この熱い実況をね、こうね、先読みでね、飛んでくるぞみたいなね、そういう実況超好きなんですよ。さあ、参りましょう。グリグラさんが剣で、はい、がバイソン。はい。これはやはりバイソンですよね。いや、もうバイソンで間違いないと思います。まずはさあ、しっかり見てますね。でっかい大会だからお互い着と硬いかもしれないですね。いいところ。さあ、投げて打ち身がないぞ。さあ、弱小で置いてある。これは右からでしたね。ああ、これは最大きたか。しっかり突っ込んで。さあ、今のはラッキーでしたね。しゃがみぐらいでしたので、今の単品のコンボ。これ1体目とはいえバイソン1人倒すと相当でかいですからね。かなりでかいですね。流れとかもあると思いますので。さあ、弱小龍どっち、表から。さあ、膝つかみに行く。早いぞ、死んだぞ。今度は下段を選択。うまない。グリグラ系いい位置の波動だ。そうですね、はい、グリグラさん動きが滑らかですね、かなり。そうですね、しかし前に歩いた瞬間をグランドでお仕置きださまか。無理しなくていいからバイソン、これそう。いやーこれはおっと今のアッパーでちゃんとフォローしてたの素晴らしいですね。しっかり見ている、いけるんであれば出す、上のアッパーで落としてもいいし、そうですね、ダッシュアッパーでまあクータスでさらに上行かれたので、まあその後冷静になったというところでしょうか。安当てたが、ここは冷静にガードを固める。いやー良いボールが押し寄せる。ワンダウンで剣もあるぞ。シャガチューパーで対空していい勝負だ。あー確定と3ヒット引っかかる。今のはアッパーアッパーに切り替えたので3ヒットでしたね、素晴らしい。ちょっとでも運がなかったな今の際は。いやでも今のはね、ニカさんのね、はい、アッパーに切り替えたタイミングが素晴らしかったというところじゃないですかね。細かいんですけど、ニカさんは直振り向きクレイジーとアッパー刻むバージョンがあるんでね、あ、そうですね、使いこなせてると思いますよ。さあそしてグリグラヘイロンが残り2体と、グリフェイ来たぞ。グリフェイですね、さあしかしさっきも解説で言ってましたが、グリグラさんこのカードはかなり辛いと。さあやっちまった。辛いんだがそれでもグリニーなら投げてグリニーならいい実況、本当好き。俺福山さんの実況本当好き。ここから僕のヒデさんのウルサイズの2人がオールしてますこれ見れないんですよね、見えないんですよね、ヒデさんね。さあおしおきだ、おしおきさあしかしホイホイネックからホイホイグリホイ、はいはいグリニーホイホイ来たか来たかグリニーホイホイ、おしきりグリニー、おしきりグリニー、これがグリニー11並びましたよモロさん、今日はモロさんみたいな感じでねイラついていただこうと。なんか俺楽しくなっていた、食べてて待ってましたの X ホンダ2回転。さあ押し置きですね、これも相当辛いはず。いやこれね、グリグラさんね、勝ってるんですよね、3枚とも辛いカードだからね、やばいっすね。おおいい情報ありましたよ。引っかかるレックから、いやーおいちょっと吸われて投げ返す、あるぞあい打ち、どうなるパワーワリット、ホンダだ、ホンダなのか。大パンだったけどね、そうですね、全然減らなかった。ちょっとランダムでしたから今、八百長怒りましたね、体力的に。体力あれだったな。さあ、引っかかる、拾えない、きたか、あわらげ減るんだ、大金、さあ、やばいぞ、投げ返して、この柱大事にしたい、栗倉さん、釣られない、2回転手を出さない、だー、冷酷、釣られない、もう当てるだけ、ガードでもいい。釣られない。ああ、運があるのか。これありそう。グリーン。ああ、鬼で重そうだったか。今のちょっとグリーン惜しかったっすね。いや、ありそうでしたね。支援客がちょっと早かったな。さあ、あったまってまいりました。さあ。では、グリグラさん3体目ですね。ステージ変わって。はい。変わるステージ。早いステージ来たことだったか。いやー、やばいやばいやばい。ピオールが安そうだ、これはあゆしになる。はえピオールリカバリーが超最速でしたね。さあ2回転30ケースまでリーチ。さあこれは厳しいですね、ホンダはやはり。そうですね。さあどうなる。いやー一応厳しいな。あ空対空もうまい。寄れない。大怪我からの厳しい厳しい。まだあるぞ。壊し、ああ前歩いたところはオカマー。しかし2回転だった。立ち回りが冷たすぎましたね。さあ次アラバマピロシって言いましょう。アラバマ参加ピロシさん。アラバマ 1P ピロシ 2P。1P 側がアラバマさん、2P 側がピロシさんでお願いします。はい、やばい喉疲れた。結構福山さんとね喋るとね、マジで声の音量上がっちゃう。大阪でマイク持った時水2本飲みましたからさあじゃあ申告からですね。お互いバイソン本田3体なので、これはもう、はい、じゃあ行ってみましょう。ガチンコバトルさあ、ヒデさん、バイソン対エドモンの本田、ちょっと語っていただいて。語る、どうですかこれ、どうなの今。どう、ですね、なんだろう、僕ね、アウトプット下手くそなので、リカさん、バイソン本田に関してお願いします、解説を。バイソン本田、マイクがヒデさんから、この組み合わせはですね、解説お願いしますよ。お互い攻めが難しい、攻めるのが難しい、張り手がとりあえず強いです、張り手が強いんですけども、先端になったらしゃがみ中パンチで返してちゃうので、張り手をどう使って寄っていくか、バイソンは下がりながら戦うみたいな、そういう感じですね。しかし、本田、今日は力強いぞ。結構の試合やったらしいんですよ、で、ピノシ勝ち越しというふうに話をもらってますね。まあこれはね、今のサギ飛びも100貫に対しては、リバーサ100貫に対してはセットが間に合うんですけど、頭突き、弱頭突きだと2回ガードして離れて終わりなんですよ、何も入んないです。なので、奥攻め行きたいんだけど、なんで行ったら損するみたいなことがあるんで、今、いい中盤だな、そうですね、あの中盤強いんですけど、打っちゃいいのかな、おっと、アラバマバイソンはかなり下がるタイプで、すごく見る感じですよね、相手を。で、見てる時間が長いので、勝手にターンパンチがたまると、そういう戦い方ですね。しかし、ファイブだと、力も必要だぞ、プロ取ってきたか、で、ああいう。近距離のごちゃごちゃって時に全部頭突きで OK です。はい、ほうなんかですね、いったぞ。これはもう行かなくていいですね、本田側。ひっくり返すんだ、アラバマさん。ひっくり返らない。ピロシさん。これ時期的にピロシさんは今ダルシム戦をすごいやり込んでそうなんですけど、この辺も経験値がありますから。あというかアラバマ君もいる札幌にはいるんですかね、こんなね。いや、さっき聞いたところ、玉なしは。彼しかいないと、残り全員玉割りだそうなんで、デンジャラスケンがすごい有名な、デンジャラスケンはデンジャラスや、あれはらしいけど、僕ね、結局見れなかったんですよ、あ、行かれてましたもんね、そうなんですよ、いなかったんですよ、あそこ、そうですね、本田が前に来てくれるんだったら、いろんなものが刺さるという感じですね、荒浜さんの戦い方だと、かみ合いそうですよね、なので、本田はためを作りながら前に行きたいので、張り手が重要になると。いう形ですね。内だとでも本田だぞ。さあ、あれね、置いてますね、これだって。置くんですけど、毎回無理なんですよ。おっと、今のは。ゴールだ。おお、いいんだか。話じゃなかった。リードはアローマさん。しかしまだ秒はあるぞ。さあ、1対1。じっくり、ヒロさん、じっくり。これはアラバマ、ここ取らないとかなりきつくなりますからね、4取られるのと1、おお、いいジャブ、さあ、ジャブ待ちが相当強いんですけども、ジャブ待ちに対しては、張り手が貫通してきます、しかもきっちり見てない、あ、お前そう、まあ、上しか見てないですね、今は、頭突きはジャブで落ちちゃう、張り手に対しては下がる、そうですね、下がるスーパーっていう感じで、全体をしかし、できないですからね、これ。でもなんかアロママさんの戦い方はそんな感じがしますね。いやできないっすよ。やっぱ人間のあれだと、来たか？こっからおー一丁もう一丁。100貫そう。色じゃんだ。ハリバイソンを持ってしてもいい。もうすぐ終わっちゃうぞ。さあいいヘッドですね今のは。さあ押し返したいけどもあそこで逆突きが落ちる。そうすると、もうダメージが取れない以上に陣地を押し返さなくなってしまうので、端っこ取れられたらもうゲージたまらないじゃないですか、ゲージたまってないバイソンが端っこで詰められたら、まずきついです。おっと、サガミコパンか、現在1対1、これは苦しい。ちょっとリードした方が勝つ。そうですね。なので、はい、でかいのを狙いたいときは100貫も重要です。ガードさせれば、まあ、投げのタクが1回は、ピロシさんの爆発力だな、ワンターンでキルもあるかもしれない。本当にありますよ。大井町がやっぱ話で出てくるのがね、きついです。さあ、両方で、でも安いぞ。ちょっと高かった。このナイスガード。勝つと負けた天智だぞ。さあ、砲を使ったところに頭突きヒット、これはでかい。ピロソンなるぞ。さあ、死んだか。さあ、上が。まあまあまあ、今の読み合いなんですよ。ジャンプジャッパーに対しては、ジャンプジャッパーに対してはしゃがみ。相手の下段だったんですね。ピロソンが。そうですね。ジャンプ中キック、おかま蹴りっていうのがしゃがみ読みの選択肢ですよ。タクの一つだった。ジャンプジャッパーガードすると、大一を確定なんで。そうですね、なので、ジャンプジャックパンチにするか、ジャンプ中キックにするかっていうタグですね。さあ、追い詰められたぞ、あのままバイソン。さあ、ピロシの頭突きがうまく、うわー、ちょっとここにいた。こういうとこね、あのままがやっぱ速いんですよね。うわー、これは終わりましたね、クレイジーで。まあまあ、そうですね。さあ、あのまま頭を抱えるが。勝ってはいる。そのアクシデントからのリカバリー力がね、そうですね。さあ、ジャンプ強キックがかなりめくりづらいので、バイソンに対してはジャンプ中キックの腹が、そうね、腹からでも同じような攻めができます。うわー、アラバマボディ減らなかった。さあ、対象戦ですね。取り返しましたよ、2-2。はい、今のところ、本当にもう2回転さんが押し去ってるような流れになりますよね。もう押し切ってる、はめ殺したり、そうですね、裏切りもあるみたいな。まあ、もうちょっと、ヒロシは手順を踏んでから寄った方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、そうですね、あしかし、ぶつけ出さないですね。さあ、メインのターボから、ヒロシさん、そう、沖の張り手が実は相当強いんで、これを潰そうとしたら、バイス、いや、潰せないのかな、いけないんですよ。行こうとすると前に歩くことになるんですよ。ためが解除される、そうだからいけないんですよ、基本的に。おっと、頭突きがいい当たりだ。さあ、リードからの頭突き、さあ、ピロシリーチやりますね。さあ、あらばま、このまま終わっちゃうのか。やる気を見せて東京まで来ているが、危険さも見てくれてるぞ。さあ、ピロシはどうする。おー、いけるか、これは。いけない、これはちょっと穴馬さんな感じがする。そうですね、言っちゃった。これはあ、言っちゃった。うわー、投げ返すか。今のやりますね。あれでももちろん大一を仕込んでますよね。いや、どっちか分かんないですよ。歩いてからペパン大一をちょっと難しいですね。前も離れちゃうし、うわ、すげえ。しかし、張り手もピロソンも触り合いは体力がほぼ五分やる。まだあるぞ、ちょっと熱くなってきた。さあ、牛舎でやられてしまった。ピロシさんも全然あるぞ。ピロシどうする。まあ、どうする。来たか。うわー、ここはアラバマバイソン投げ返した。激集まったが勝ったというか、取ったのはアラバマ。見えましたね、相当熱かった。いや、あれしゃがむかね、やるわ。わざと食らったんですかね、どうでしょうね。魚マンが見えたような気もしますけど、 TZW さん 1P 側 2P 側が中野さんです。これ激熱かったな。先方を聞いてください。先方はバイレ3体です。いやいやいや、X と S があるんで、一応聞かないとダメです。X ブランカー、はい、はい、どうぞどうぞ、始めてください。大丈夫ですよ。さあ、ベスト8第4試合、ワンピガが TZW さんの X ガイル対中村さんの X ブランカー。これは熱い試合になりますね。これも激アツが起きましたよ。これも実況させてくれたんでもう光栄だこれが見たかった並木時代。ああそうなんですよ。おお見えてるのか TZW さん、ああいうところ息がいいんですよね。決して遅いステージじゃないんですけどね。いや、あの速さはね、さすがに先打ってますよ。おっとしかし高尾さんも力強いな。読み合ってくる。これは島田だとね、なんかブランもしかねブランカなのかなみたいな声が多いような気がします。ブランカじゃないですか。あ、あれですか。僕はそう思うんですけどね。ちょっと理由を教えてくださいよ。え、ホッケネで絶対投げ入るから。ジャンプ攻撃ガードしたら投げ入る。僕あるからです。はい。で最後の局面は、はい、サマーソルトキックをリバーサル出すと潰されるんです。ジャンプジャッキックに。ダブルサマーで引きつけるということが必要になります。赤村さんがまずは1本取って海外勢のコメントかなり多いですね。これはもうマキリさんあたりなんて読めない。おっとでかいの入ってしまった。2回もよら赤村なのか。うわっソニックおーいさまタマペラーがーバースカル、そして冷静詰め将棋今包んでましたね。ジャンプ強パンならもうジャンプ強パンだと相模技で落ちちゃいますからね。その最初の方のローリングが強くてですね、ダイルって確定反撃ないんですよ基本的に。そうですね、ガード、ね。なので、当たれば、うおー、いつ食べたんだ。嘘でしょ。投げる。ため超早い。いや、今のすごいな。2択がダブルサマー。ダブルサマーを自動で2択で使う。やべえ、今のは。中野ちょっと面食らってましたからね。ちょっとなんか勢い止まった気がする。さあ狙っていくが使ってしまう。それでもソニック打つぞ。ソニック打つ意味があんまりないんじゃないかなっていうそういうとこなんですよね。まあローリングとか対処しないといけないから。うますぎる。やれ知ってますね。しかし1ドットだぞ。あるのか。うわ今着地の読みが厚かったですね。さすがですね中尾さんも。これでリーチ。魂の青がいる。さあどうなる。体3立て全然あるぞ。うわー最大ようためとった。これは相当でかいですね。リードされちゃったまでがさあ見づらいところからの投げが1回入って、これ中野レンタルですね。無駄そう。まあ安いっすよねあれ。そうなんだね。2度。避けてからのローリングリーチ。しかもなんか背中で落ちるぐらいの感じでしょうね。すげえまだ。ジャックバーツカルを使うんですというのはすごい。これはお手本だわ。しかし。おっとピロリだろ。半分リードですね。さあ今度はこれ理想形いきますよ。うわスカイサマーとは違う。さあ相性 OK。 これは厳しいですね。そうですね。おうまい下がりそばったのか。前に歩いたからの下がりそばと位置調整完璧でしたね今。素晴らしい対空。さあローリングが多いということが分かったので。うわ溜まってる。ソニックからのサモン詰めちゃいましたね。さあこの前がガイル投手非常に気まずい。そうですね。ブランカとしてもおっとっとっと投げてさあ一瞬向かいたい。スタブが入る。スタブでかいぞ。リードは TZW だぞ。うわーヘロドットがさすがに惜しい、狙いは最大だった。中村ブランカ、さあこれさあ勝ち上がり中村18。さあヒデさん、いよいよ来ましたよ、準決勝なんですが、準決勝なんですが、クサさん対2回転さん、これどっか見ましたよ、この道アナザーストーリーです。これイフストーリーになるかもしれませんよ、イフストーリー。その時どっち勝ったのヒデさん。え、クサチュンリーがまあとりあえずやっていきましょう。はいはい、ネカさん本田。さあこれはお互い読み勝ったのか負けたのかどうなのか。でもまあ僕たちが見たいのはもちろんこのカードじゃないですから。まあもちろんですね。はい。さあ希望権からニカさんもね、チュンリー戦はもう実はもう本題でも相当やってるので。やってますね。ヒデとすごいやってるので。その時結果はどうなんですか？あ、まあ。まあそれをねこの画面で表してくれると僕は期待してます。45分の希望権。あ、55分、すみません。あれ印象深くて垂直からの9点。これね強いですよ今の行動。クサさんも実はホンダ使ってるの。ああこれは着地に芯があるぞ。いや今のちょっと安かった気がする。あのね天正脚っていう技がね着地ゼロ振りなんで壊れちゃってるんですね。だからすごい難しいんですよね。ああうまいな。さあセコンドの中村と相談して2本目。あの垂直大パンがねすごい強くて、開幕垂直ジャンプにとがめる技が大張り手があるんですけれども、ただ大張り手はそうですね、垂直大パンに一方勝ちする場合があるので、今のはリバーサ天井よく出しましたね。そうですね。アルティック後転今のはいいですね。これ相当本田でやってる。うわー、来ちゃう地上ぐらいまだしない。うわリプレイがどうだろうな。まあさあさあついに来たぞ。さあ俺らが見たかったのはこのカードですからね。じゃあ3人払いはバイソンチュンリー。今度はもう負けるわけにいかないぞ。勝ったらね愛知への切符が待ってますからね。そうですね。さあヒデさんバイソン戦はいかがですか？バイソン戦はかなりやってます。やはり、バイソン側がかなり厄介でね、やっぱりシャガ中継も、うわー、タッチいいな。さあ、溜まってきたぞ、何もしない、いやー、飛んでますね、見てるよ、結構ね、シャガ中継にみんな注目しがちなんですけれども、歩いて、立ち中継を、円中継を押すことによって、グラウンドの出かかり潰せたりするんで、これでかいですよ、投げて、さあ割り込んでいきましたね、来たぞ、いいですね、そう、しかし、もう1本、一切ピクルともしない、これ、もう確定してないので、さあ、次、見どころですよ、開幕、シャガ中継が強い、さあしかし、これでダメージはゴムなんで、はい、前飛びから投げて、これは結構強いですね、ここから投げて。いや裏にいる死んだか。いやいいですね今のいいムーブ。なんか爆弾があーしかしクサチュンリーあれねターンパンチはね5以上貯めたいんですよ。いや今4でしたもんね今ね。そうなんで5以上貯めたいんですけど時間的にちょっと厳しかったか。いやこれニカさんあれありなんですかこれ。これ完全にあったまってますね。お怒りですね。さあまあ3立てさせるわけにはいかないぞ。3バチやはりこのカードつらいんですよ。この前取りからこの今みたいな感じで画面端に一気に追いやる連携もできますし、純粋にこう投げに行くのとゲンキックを絡めたりっていうので本当に倍増はかなり苦しいですよね。チュンリー行ってもいいし守ってでもいいし、しかし抜けたぞ。やばいやばいやばい。いい反応。どちらもあるぞ。さあ光り出したぞ黄色に。今草さんニコニコしてましたね。ドエブなんですかね。さあストレートから。さあこれは投げで今の着地にかけれましたね。距離どっちだ。まあ結構。あのね、長めに食らうっていうのはね、結構ね考えるんですよ。転生軸をあえて貯めてる選択して、そうですね。しかし、押し落ち。さあ取り返したぞ。押し落ち。異回転ここからあるのか。今のは魂の押し落ちでしたね。いや、これやっぱあなた。さあまずはホンダをちょっとまあまあ一旦ちょっとサンドイッチでね。一旦ホンダだよ。そうですね。別にホンダで倒せたら俺美味しいしみたいな感じで出してそうね。しかしこれ甘えにならなければいいが、ただねこれね今もう体力2割離れてるじゃないですか。やばい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 。さあこれはいい位置で入りましたね。そうそういいヒットぞ。やばいやばいやばい。おいしい。あワンチャン死ぬ。ああしかしニョッキまあバイトのヘッドはねかなり出が遅いんで、そうですね。いやー先ほどのアラバマさんのように中盤置いて、さあこれでバイソンかなり有利では、わあ待てるぞ。ああいいですね。今のはいい逃げだった。ガードしちゃったの。いいですね今のチャンス貯めてましたね。やばい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 。いやガードしてる。よくさ出ないシータが。さあニカさん来たぞ。今怒りのダッシュストレートでしたね。福山さん周りにバーンって死ねーっていう感じで出してましたね。あらいやいやあれ殺意を込めてね勝利権するとね勝利権出ないんだよ。俺骨折だけなんだけどすごい出たんで。さあさあさあこれ勝った方がね小物道これも決勝戦でいいよこれは本当に。さあこれどちらも負けられないぞ。相打ちは OK ですね。さあ全ての戦いあそこでチュンに動いちゃいけないですよ。いい投げ。まずはバイソンから今のは投げない。いいですね。あくまでもイモリストレートまでたまったぞ戦術。今のは出なかった。しかしさあさあうわー今のはねフォローがうまいですね。戦略出しても食うぐらいになる可能性もしくは一歩勝ちになる可能性が出てくるので、さあ2回転リーチ。さあこれはクサさんやった可能性リベンジ達成の可能性も出てきましたよ。さあでもまだ分かりませんね。そうですねちょっと高い飛びだったが上げてこれはクサチュンリーか。今の高めのガードはあえて食らって投げに行くっていう。おっと飛び出るぞ。まだ行かない。今のヘッダー OK ですね。投げていいフォローですね。さあうまい。これは来たか。まだわからない。いやまあそうだな。リードしてるけどどちらもありそうだ。これね噛み合うんですよ。まだわかりません。そうですねこうなるとでもチュンリーあーこれあったあー2回転リベンジ成功。いやあっけない結末。いや今ちょっと面白かったですね。これもう今日一盛り上がりありましたね。さあ準決勝第2試合アラバマさん対中村さん、こちらも実力者同士の戦いになったぞ。はい、アラバマさんが 1P です。中村さんは 2P でお願いします。はい、さあ行きましょう。バイソンブランカですね。さあ準決勝第2試合はい準決第2試合。さあ昨日の KKY さん紫さんに続いて西日暮里 VS からは誰になるんだ。準決勝第2試合中村対アラバマ、これは熱いですよ。ただね、これね、中村さんの持ってるこのブランカというカードが、バイソン超有利のカードなんで、アラバマさんとでも初対戦ぐらいの勢いですよね、これはね。そうですね、ただもう本当にこれ、辛さ結構あるので、まあ、いかにブランカがどう崩すか、はい、かなり苦しいと思います、そうはいつも。難しい、よくガードしましたね、よくガードしましたね今。ただ、まあ噛まれてもパンチは回復するんで、まあ全然よしでしょうという、もう噛まれ安定みたいな感じなんですね。まあ噛まれても急いでボタンを押せばというところではあるので、これ、荒浜さん、待ちきる感じか。中村さんのカードがバイソンにちょっと若干不利なカードではあるので、ブランカ・ホンダですね。ホンダ、どうとも言えないな。ホンダはちょっとあれですけれども、ブランカ2体。この機動力で荒らしているこのカードが機能しないのがやっぱりバイソンなので、そうですね、しかも太陽系のアラママバイソンで、そうですね、アラママさんもかなりつわものですからね。中村さん、これどう崩すんだ。いやー、厳しい、グランド硬い、しかし回ってきたぞ、硬い、ガードしている、いやー、回ってみてから今よかったなアラバマバイソンが仕上がっているこう見えてるんですよねもうね、はい、もうね、はい、俺が愛知行くんだっていうね、情熱を感じますね。さあ2人目からも早くも中村本田、さあまずは本田でちょっと、はい、まあブランカは分が悪いんですが、でも、はい、自信を持っているカードだから最後に行こうというところですかね。そうですね、やはりもう最後はメインで行きたいと思いますので、ただ、アラバマバイソンは先ほどからずっと本田戦をやっていて、ヒロシさんも倒してるぞ、今のやばいですね、でかいターンパンチで削って、来たか、死んだか、何今の、ヒデさん、今の当たらないんですか、今の。何今の、ちょっと面食らっちゃいましたね今ね。なんかね、いろんな初めてのものをね見たってる感じがする、結構見てるんで。さあ中村本田、これならいけそうだ。さあ今のヘッドはいいですね、ガードさせながら、そうですね、前をしっかり管理している。なんかこの大百列がその、はい、プチダッシュみたいな感じで使い込ませてる気がするんですよね。さあこれは、さあこれはしちゃった、今度こそ死んだか、2回目、いやー完走、中村完走さあこれで一気に分からなくなったぞこれね、はい、アラバマさんは多分このバイソン3体で、はい、本当を全力で取りに行くっていうところだと思いますね。そうですね、多分さっきのブランカ戦で感触はつかんだと思うんで、はい、いやー、そうなんです、アラママのモラルを中村の暴力がきたかー、これはうわ、いいよ、突破、うわー出てない、あ、今のは高めぐらいで確定でしたね。暗いやんっていうのはね、いや、今のはドゥスキーの折り際だったので、まあ確定はしてる大ファンだったんですけれども、イレギュラーだったわけですね。アラバマさんの出すタイミングがもうちょっと遅かったら、コンボに出した可能性もあったかもしれないというところですね。そうですね。さあこれやばい。一気に来たな。ヘッドで切り返したが、お知らせヘッドは当たらず。さあまだわかんない。掴んで。そろそろ爆弾溜まってるぞ。おお。だー。死んだか。ああ、相打ちになる。さあ中村リーチさあヒデさん、ここまでの感じいかがですかね。これね、中村さん強いですね。しかしブランカをバイソン戦かなり知ってます、はい、そうですね、これやばいですね、これブランカをさばいたのであると思ったが、ただ、アラバマさんはこの本田をきっちり殺せば道が見えてくるので、そうですね、今の歩きオカマはかなり渋い、上からも横からも寄ってくる、さあ走ったぞ、この中村の攻め、歩きがうまい、お投げ返したぞ、これでまだわからないですね、おい、いいチンパだな、まだわからない、あー、引っかかった。これはちょっとよく救った今アッパーで救いましたね。さあラママさん勝てばあるぞ。まだブランカー残ってますからね。そうですね。さあヘッドしっかり溜めている。これはしっかりしてますね。さあ盛り上がった。やばい、ピオリッチガードしている。よくガードしたらこれ来たか。フォローしている。まだわからない。ちょっとこれなってくるぞ。5番でしっかりと止めて。いい中盤だ。これはわからない。来たかだ。100巻100巻。あらままさん、中村さんの選択肢がずぶとい。よく止めたな今。いやこれは止まっていますね。失礼しました。いやアッパー体直。さあ台形からのうわーコパン。かなり有利な状況ではあるがまだ気は抜けない。あらままさん守りきる感じか。コパンで止めていくグラウンド。ジャブが超速いから。うわーこれは見えてるのか。まだわからないよ。でもああこれは。あらまま逆リーチバイソン3体いたことで、はい、ホンダのこの対策が見えてきたというところですね。そうですね。中村さんに対する。しかし中村さんもゴリゴリ削っていきましたね。これホンダ使っちゃったからさあ対象戦ではあるがしかし中村ブランカならバイソンブランカまだ分からない。そう見ていきましょう。一つ10割ないですからね。そうですね。どのキャラもお互い体力差はそうですね。もう行く感じじゃないですもんね。これははいもうこの体力差でじっくりと対応していく感じではあるんですが、ここを中村さんがどういうふうに突破を当てるか。今のストレートがグラウンドの出がかりに振りましたね。あこれは展開が中村さん来たか。おおブランカではあるんですかね。立ち壊し渋かったですね。さっきのその前の6頭だね今。いやーなんか立ち中継というちょっと渋い技使ってます。おいおい今ショーパンの技を中身にはいけないがやりにいった。さあそうアロマさんたまーに強引に来るときあるんですね。でもねこれはね大事です。1ラウンド目がちょっと嫌な取られ方してるんで見せとく感じもありますね。かなり強気これ大事ですね。まあこれはもう手繰りかけですね。しょうがない今のはしょうがないね。さっきのやっぱすかし投げを通すことでこのラウンドで迷いが生じるんですよ。この分やっぱりつけ込めるんでかなり勝負になりますね。さあ落とす反応が早い。これちょっと言葉がないな。すごい医者だ。これわからない。お互いあうまい。あらままかどうだ。しかしうわー今の渋い。よく中村さんも我慢しましたぞ。グランドシェルまだあるぞ。クレイジーからのあらまままいそう。危険さん見ましたか。あらままさんやりました。いや中村さんのねスパコンでもう終わるって思ってたら0バト残りましたね。最後良かったっすね。2点3点してあれどこだ。矢印がない。矢印どこ行った。矢印あいた。動かないぞ矢印ちょっとフリーズしちゃってる感じですねこれね。フリーズ矢印フリーズいやー今の熱すぎでしょ。いやヒロさんも激熱これもう名勝負でいいっていいでしょ。これやばいっすね。むちゃくちゃ感動しました今。さあ決勝戦これはコメントやりますか。コメントやりましょうか。じゃあまずは2回転からニカさんからコメントお願いします。いやー来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。これ色どうするか決めないと。同じ色です。マジか。全く同じ色です。まあいっか。譲りますので。はい。ニカさんが大人の対応で。はい。まあアルバム君とやるのをすごい楽しみにしてましたので。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではアラババさんからも一言いただきましょう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと東京で今週揉ませていただいて、ちょっといろいろ勉強になってます。ちょっと2回転さんの動画とかも拝見してて、ちょっとこの場で戦えるのは光栄なんで、ちょっと胸を借りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お互い全力を尽くして悔いのないように頑張ってください。では決勝戦やっていきましょう。いやー、ヒデさん来ましたよ、ついに決勝戦。いやー、そうですね。さあ、勝った方が愛知の切符をもらえる。この最終戦、これはポイントとなるな。 1P2 回転 2P アラババニカさんの本田。いやー、でもバイソン同士の力の戦いかもしれないな。いやー、これもうね、はい、もうお互いの意地と意地のぶつかり合いですね。そうですね、もう非常にいいカードが先ほどから続いていますので、いやー、もうそうですね、諦めない心がね、やっぱ大事だと思います。はい、さあ、まずは決勝戦、ニカさんがエドモンの本田、そしてアラモノさんがもちろんバイソンの。はい、さあ、本田戦はもうやりまくってるアラバマさんだが、先ほどから本田を倒しまくってますからね。そうですね、そしてね、今日ね、アラバマさんね、持ってるんですよ。そうですね、このラッキーもやっぱ実はあるので、一つ実力もそうなんですけれども、ラッキーという要素がね、かなりでかくて、さあ、うまい、なので、それを持ってるか持ってないかっていうのが、強さにもつながるんじゃないかなって、当日の。しかし、まずは1本目は2回転本田がもぎ取っていく。もちろん一体でもバイソンを削っておきたいですね、バイソン使うのにね。ここはヘッドしっかり溜まっている。よく溜めてるな、これ。そうですね、さあ、バックジャンプ大ファンでしっかりと対応。これはヘッド、釣りの100貫も釣られない。これは確定で、さあ、グラウンド埋め込んで、本田戦、これやってますね、本当に。いやー、これは手が硬いですよ。さあ、1体減らせるかというところだが、そうですね、やはりアラバマさん、無理はしないですね、硬いですね。そうですね、このさあ、しかし、動いたところに当たってしまう、もう一度で座れて、シンガルド、もう一回。おー、一応、こっからゼロ。続き決勝戦第1試合、まずは2回転が取っていく。さあ、アラバマさん2人目ももちろんバイソン。さあ、でもね、ここでアラバマさんが取れば、まあイーブンなのでね、11と20はもう全然違う、何もね変わらないですから、本田で1体減らされたけど、こっちも1体削ったからっていうことになるんで、2on2 の気持ちでいけますもんね。そうですね。さあ、相打ち、起き上がれば本田がちょっと早い。おお、これは美味しい、2ヒット当たってる、ハンドビバッチ、詐欺傘でもすげえ重いな、これ。いやー、これは、いやー、しっかりしてましたね、今のは、マイジャンコパンで言ってたので、しゃがんで透かして投げるっていうのが、結構王道なんですけれども、よく見ましたね。今のはちょっと高めだったので、ヘッドを出してしっかり確定を取ったというところでしょうか。これ大変な、早いですね、中盤で、あー、これやばい、どっち、ヘッド出す。さあ、いい展開だが、コパンで止めてグランド。しかし、かなり期待して鈴木を打っていきますね。おお、そうだった。うわ、待っている。これはニカさんが冷静でしたね。本田3立てで終わっちゃうのか。まだわからないですよ。これはしっかりと押しておき、もう一回マナツ。今のはガードで OK でしょうね。フレーム的にもちょっと間に合わないと判断したんでしょう。さあ、これはうわー、高め、バックジャンプよくした。ちょっと遠いか、どうなる？うわ、気づかれた。入らない。一度。さあ、ゼロドット。これはさすがに厳しいですね。さあ、これでお互い1-1。さあ、持ちキャラはバイソン、バイソン、バイソン、バイソン。さあ、これね、熱いですよ。裏切りの S バイソンあるぞ。さあ、まずは MB からで。さあ開幕は尿意棒からスタート。お互い尿意棒を持ってます。ここ2回転さんの色結構注目したんですけどね、はい、通信さんのあの色使うかなと思ったんですけど、赤鬼のカラーですね。しかし MB カラーですね。まずは MB カラー。 MB カラーもね、あれなんですよ、かなり手堅くてかなり強いっていう印象なので、だから強い人はこの色っていうイメージありますね。確かに、あらばばバイソンが勢いでいく、演舞のように投げるんで今のは流れるような連携でしたね。あれはさあ本番中盤グラウンドで割って投げに行く、5に手の投げ返して、これはもうあれですね、ゴチゴチ大会ですね。これはゴチゴチ大会が全部か。ああ今のしょうがないですね。さあアラママバイソンがリーチを勝てる。アラママバイソン来たかこれは北海道から愛知に行く感じになっちゃうのかな、これは。そうですね、北海道から愛知ですね。結構遠出になっちゃったね、これは。いやでももうね、お互い行く気満々ですよ。そうですね、ニカさんも全然当初折れてないんで。さあまずは222したいぞ。そうですね、まずは1本取りたい。さあこれはいいタイミングで刺さる。キンさん、ちなみにバイソンはもうね、ちょっと僕未知数なんですが、僕も未知数だと思います。さあしっかりとしている。アントビが速かった。ああうますぎる。これはアントビが速かった。あらままリーチこれでリーチ。さあしかし追い込まれてからが強いのが2回転。ここから強い皆さん、中パンアッパー投げて、今度は我慢している。投げない。確定。いやー暴れた、よく暴れましたね。しかしアッパー、ダッパー、よく止めた。だーうれしいほんとバイソンらしいって感じでしたね、今ね。そうですねターボみたいな感じだった。さあこれは投げ、雪にある、投げない。さあこれやばい。アラマさん来たか。アラママが走った。アラママがクレイジーたまたま。アラママから今しゃがみでくれましたね。おおきました。アラママが決めたー。優勝アラママバイソンでは勝ったアラママさんから一言いただきましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。関東代表として本戦参加したいと思います。ありがとうございました。というわけで皆さんお疲れ様でした。関東代表からはなんと北海道のアラママさんが出場することになりました。はい、というわけで皆さん、2杯ね、来月予定ですけれども、出られる方はしっかり調整して関東代表として頑張ってもらいたいところですね。というわけで皆さんお疲れ様でした。のじゃいも楽しんでいきましょう。悔しい、悔しいよー。ニカさん、あれ敗因なんですか。あー気持ちですか。いえいえ、もう別に読み合いはお互い分かっていて、はいはい、でミスもお互いあり、はいそうですね、押し合いで負けて、はい、なんでしょうがないですアラママ強かった。グッゲームスありがとう。まあね期待されてますからね、コメント的には行きたかったけどしょうがない。そうしょうがない、強かった。いや中村下してというかね、こんなに当たりまくってるんですよ彼。そうですね、こんなに当たりまくってやっぱり勝ってきたのですごかったですね。結局3体倒してますからね。そうですね、中村さん、2回転さんと全然楽なとこなかったはずですよ。フェイロンでしょ、接戦本田でしょ、中村でしょ僕と同キャラでしょ。いやー大したもんでしたよ。廃人って書いてあるのはペコさんでしたけども、そうですね今回は、このような形となりました。本当にご視聴ありがとうございました。スターさんに報告しておきますんでよろしくお願いします。アラマオ君後で写真撮らせてね。はい、では、配信今日はここまでとさせていただきます。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。